はい、皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、引き上上手手はモテ上手恋愛も仕事もうまくいく7つのコツということについて、本日はお話ししてみたいと思います。 え最近ですね、あの、あちこちに出かける、あの、タイミングが多くてですね、まあ、あの、コロナがね、終わってっていうこともあるかと思うんですけれども、あの自分自身のセミナーもリアルタイミングが増えてますし、あとパーティーですね、あの、どうなったかの出版記念パーティーとか、 いろんなイベントとかパーティーに出かけていくことが多いんですよ。それで、えーとまあ、いろんな方とお話をする機会が増えます。で私自身はパーティーとかですね、人と会うすごく会う機会が多いときって自らガンガンにしゃべりに行くっていうのはあまりしていないんですよ。むしろあの皆さんが、えー、とどんな感じでされているのかとか どういうふうに、あの、普段ね、過ごしてらっしゃってとか、まあ雑談も含めてなんですけど、まあ、聞く方にあの割と比重を置いていることが多いんですね。喋ることよりもあ。もちろん聞かれれば質問には答えてるんですけどね。なんで、その時に、あ、こういう感じっていうのが、 あのー、まあ、恋愛も仕事もね、共通するところがあって、聞くっていう耳の持ち方っていうのが、それをちょっとね、あのー、ちょうどそんなパーティーとかが続いたんで、いい機会なんで、まとめてお話し,しようかなと思ったのが本日のテーマです。はい。それではあ、お伝えしていきたいと思います。本題ですね。まずですね、あのー、 聞き上手、モテ上手って、これ、あの恋愛特に男性かな男性があの女性の方にお話を聞いて、うん、聞,聞くときに好感度が高い男性ってあの、私が好感度高いと思ってる男性って確実に好感度高いんですよ。皆さんからも。だから、あの私が思ってる基準ってほぼほぼ あの女性に好かれる話され方だというふうにあの理解をしていただけるといいかなと思うし女性の方でも、えー、っとそういうお話の仕方とか質問の仕方が上手な方っていうのは同性にも異性にも好かれますから結局恋愛でモテるということはですね仕事でモテるっていうのとほぼ変わらないんですよ。なのでその聞く方ででそすね 喋る方よりも、聞く方が上手な人の方がモテます。はい。ここはね、あのー、勘違いしてる方いらっしゃるんですけれどもで、どういう聞き方がいいのかっていうお話をね、あのー、お伝えしていきたいと思います。えー、先に、あのー、バーと7つのね、コツをちょっとお伝えします。えっ、ー、と、まず、一つ目ですね。えー、1つ目は、 会話の中でですね、相づちあいづちとかも、割としっかり目を見てね、相づち打つといいんですけど、よく言われるのが、さしすせそってよくいいって言われます。あの、相手を褒めながらとかね、へーとかうーんとかじゃなくって、あの、さしすせそいきますよ。<laughs> 相手を褒めながら相づちを打つ、その1のね、コツ、さしすせそ。さ、えー、さすが。し、へ、えー、知らなかった。す、すごい。 んんいいそそううななだっていうこんな感じですはいこれをですねあのー、少しこうなんていうのかなわすごいという尊敬の意味も含めて言うと相手の方は気持ちよくお話ができていくのであのー、これは作為的にやれって言ってるんじゃなくてそういう習慣をもともと身につけてる方が いい、いいと思いますよ。本当にだから驚いたりすると、え、すごいとか私もよく言うし、さすがとかってね、よく言うし、私もいろんなお話をしているときに、さすがですねとか、すごいですねって言われると、やっぱり気分はいいですからね。<laughs> 私も。だから、相手の方とかも、お、すごいなと思うことがあったら、すごいなっていうふに思って、え、それ知らなかったとかね。 うん、あのえそうなんだとかそういう感じです私のリアクションねで。これはだから本当に尊敬も込めてお話しするといいなというふうに思ってるのが、えー、とまず相手を褒めながら、まあ、相槌ちを打つっていうこれが一つ必要なところですね。で2つ目は「オウム返しを」をしすぎないっていうことですね。オウム返しっっっていうのはあのはあの時めっちゃ大変だった え大変だったんだとかね。いや、わかるんですけど、わかるんですけど、その、めっちゃ大変だったんだっ,たって言われて、大変だったんだだけが続くと、おかしい、嬉しかったんだ、嬉しかったって言って、嬉しかったんだって言うと、話広がらないじゃないですか。だから、あの時、めっちゃ大変だったんだって仮に言ったとしたら、あ,あ、う大変だったんだ。え、どんな風に大変だったの で聞くとまたあれこれ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 ってしゃべり始めるじゃないですかその中のさらにトピックでなんかまた気になるとこあったら聞いていく、まあ、それで会話って深く展開していくんですけどだからおおむがしもあのおむがえししたらいいんですけれど単調すぎないおむがえしをするっていうことですね話を展開するようなおむ返しをするっていうことですこれ2つ目で3つ目はですねやっぱりですね顔 顔の表情なんですよ。聞いているときにすごい興味を持って、あい図ちも打たれながら、うん、うんとか、へえ、そうなんだとか、ニコニコ聞いてもらってると話しやすいんですよ。すごく。まあ、私もなるべくそれは心がけてるんですけどね。なので、笑顔っていうのは、あのー、すごくですね、特に男性苦手かな。あのー、笑顔がね、 いい人はもうそれだけで女の人話したくなる。まあ話したくなるっていうことはこれ営業ベースで言うと本音がただニコニコ笑いながら聞いてるだけでっていうは言わないですけどかなり聞けてしまうんですよ。でかなり本音が聞けると対策すごく取りやすいんですよ。例えばそれが見積もりを作る前とかもそうですしあとは恋愛という状態だったらあの先に進むためにうまくいく きっかけが見つけやすいんですよね。だから、あの、笑顔でね、お話を聞くっていうことは、話しかけられやすいオーラがあるっていうことにもなりますので、あの、笑顔がね、絶やされないっていうのも結構いいと思います。で、四つ目が、えー、っと相、相手の意見ですね。これ、コンサルとまたちょっとね、違うんですけど、普通の 雑談ベースのところで言うと、コンサルってき全部聞きますよ。聞いた上で、あの、いい点と悪い点とか、今はこうだけど、未来にこうあるためにこうしたらいいっていう、そういう観点でお話をするので、割とロジカルな話になりがちなんです。だけど、普通の会話の時には、私も職業はコンサルですけども、ロジカルはあまり持ち込まないです。本人が、 うーんそうだなえっ、ー、とアドバイスを欲しいって言われたら結構ロジカルにお話しする時もありますうんなのであの男性とかが特にやりがちなのが女の,話女の人の話ってねあの言いますよ私たくさんの方の話聞いてるから言いますけどロジックが破綻してるとき結構多いんですよそれっておかしくないとか思わず男性が言いたくなるような話し方する方多いですあとめちゃくちゃ主観的 めちゃくちゃ感情より、いや、その時にこの人こういうふうに考えてるはずじゃないですかって言いたくなるような時もとりあえず聞いておいてください。はい。で、あの、意見聞かれたら手をどう思うって言われたら、あの、言ってあげてもいいと思うんですけど、そうでない限りには、まあ、あの、聞くっていう、 感じまあ、私もだからいろんな方とね、お話し,しますけれども、まあ、特に飲み会とかそういう場ってお仕事じゃないじゃないですか。だから、あの、あ、そういう考え方もあるんだ、ふんふんっていう感じで、えー、そうなんだ、あそういうふうに。 思う、思うんですねとかっていうと逆に向こうから聞かれるけどね。じゃあ、高子さんはどう思うんですかとか言われるから、私はこんな風に思うけどねとかっていう、そういう感じで話したりはするんですけど、あの、向こうから聞かれない限りは、あの、喋りたいように喋ってもらってるっていう感じなんで、私割と聞き役の方に徹することが多いです。はい。で、五つ目ですね。これがですね、結構、 あの気をつけないと難しい方難しいんですけれどもーオープンクエスチョンって言ってうんとイエスノーで答えられないような質問だから話の会話が広がっていくように展開できるような質問をそもそもするっていう感じなんですよだからうんそうだなイエスノーとかだとどう,どうかな割と早く話が終わっちゃうから。 白か黒かみたいな話をすると白って言われたら白で終わっちゃうじゃないですか話が、うん、だからここはあのー、イエスノーで答えられない質問をしていくと話が広がるので相手への興味とか理解も深まっていくこれね本当にイエスノーとか簡単に終わっちゃうような話ばっかり聞きたがる人っていうのも結構いてですね、あのー、そうすると すごいね、会話が多分疲れるんですよ、相手の方が。要,要は、尋問されているような気持ちになるような等しい感じなんですよね。だから、うん、じゃあね、例えば、そうだな、うんとど、ど、ど、どちらから来たんですかとかってよく言われる質問あるじゃないですか。で、例えばじゃあ、全国的に人が集まってるなーっていう時には、 津島じゃなないいごめんなさい横浜とか言ったりしますでもうちょっと東横線のこと知ってるよねっていうエリアルベースの人だと綱島とか言ってみたりとかする時があるんですけどでねそれをそれを伝えた時にあのその場所だけ聞いて終わって「あそうなんですね」ところであの普段はどんなとこに買い物行ってるんですかとか「趣味は何ですか?」とかそれって い,やいいんですけど、あのー、話が広がらないんですよ。うん。相手がじゃあ横浜って言った時に、じゃあ自分の中で横浜って言えば、あのー、僕昔、みなとみらいっていうところにね、あの、行ったことがあってって言って。 あの、横浜いいですよね、みたいな感じでね、例えば言ったとしたら、港未来っていうのがキーワードになったりします。港未来って駅があるんですけどねで。そうすると、それをベースにまた話題が広がって、あ、港未来だと大っきい観覧車ありますよね。あれ乗りましたとかって、例えば私が言ったら、いや、乗ったことないんですよってで。あれ夜けみいいですよ。綺麗で乗っかるとね、彼女とどうぞ、みたいなね<あ> <laughs> こと言ったりとか、なんかそういうきっかけを一個キャッチしたものを、 横展開にしていくっていうのって、イエスノーとか、白か黒かっていうような質問じゃないものって広がりやすいし、広げていくっていう必要があるんですよ。だから、あの、せっかく、例えば答えているのに、ポンと終わって終了みたいな感じだとですね、それで終わってしまうから、これ残念な感じなんです。だから、イエスノーで答えられないっていうオープンクエスチョンっていうものを活用するというのはいいと思います。 で、六個目ですね。で、これも、あの、結構、えー、と、そうだな。難しい場合があるんですけど、相手が、あの、うまくね、言葉にできない場合に待てるかっていう話なんです。えー、その男の人の場合、特に頭の回転が早い人だと、先回りして、まあ、先、先にね、こういう話とか言って。 <laughs> 言,い言いそうになる部分あるんですけれどもあのニコニコしながらねあの間を持って待ってあげるでその言葉がうーんとぼつぼつにこう区切れてて言ってることをよくわかんないっていうことになっちゃう時にはあのうっ 内容は、うん、分かったよって言って、ちょっと話まとめさせてもらっていいって、こういうことを聞きたかったで大丈夫とかっていう、そういう聞き方ですね。そんな感じでまとめる、だからいい待ちます。だから言ってるさ途中で遮らない。待って、で、話をね、続きをやる、続きを聞いてみるっていう、そういう感じ、スタンスがいいと思います。で、7個目ですね。で、あのー、これがね、相手の目を見て、 話を聞くっていうことですね。で、その目を見るときも、なんていうのかな、威圧的に見すぎちゃうと、あーっとすごい相手がひるんでしまうので、うーんと、ここの鼻の間とか、眉毛の間とか、この辺りですね。ま眉毛と目の間とか、この辺りか、この辺りを見たりすると、少し視線が柔らかくなるっていう。 うん。あのー、感じ。やっぱり、あの、目しっかり見てね、お話できるって言うと、真剣に話を聞いてくれているんだなーっていう安心感がね、すごくあります。なので、相手の目を見て話を聞くって、すっごい基本的なことなんですけど、これ、案外できてない人いたりします。はい。案外できてない人いるんですよ。うん。だから、あのー、そのあたりをですね、 意識しながらするとこの7つですねあー好感度は上がると思いますで今ね特に男性女性のその会話のシーンでの、えー、インパクトをお伝えしたんですけど今のこの7個を上手に普通の会話に織り交ぜられるとお仕事もうまくいきますなぜならばお客様のお話をきちんと聞くことができるからですでちなみにあの私 営業職でやっていて営業が割とできる方だったんですよ、まあ、できる方っていうのは評価されてて数字が上がってるからできる方っていうふうに言ってますそれでその理由はなぜだったかっていうと聞くのが多分上手だったからだと思いますそれは後で分かりましたあの自分が無意識にやってたんだけれども後で分かったんです で、いろんなその心理学みたいなものとか、そういうものを勉強して分かったのが、喋る量よりも、聞く方に回る方が、相手がいっぱい喋るから、本音とかがすごく分かりやすいんですね。うん。だから、あの、そういうためにも、聞くっていう耳を持つっていうのは、仕事も結構うまくいきます。で、聞くっていうの、さっきの注意点一つ言いたいのは、 質問攻めにしないっていうことです。あの、展開しすぎない。あ、展開、違う。質問を次から次へとすると会話が途切れないからこれうまくいってるっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけど、質問を連続で受けると、すごいね、圧を感じます。まあ、それかあと、ストーカーじゃないけど、それに近いような感じ。要は、一個のものを横に展開していくっていう喋り方を心がけるといい、いい、いいと思います。そうすると、自然と、 あの話がね、進んでいくので、違う話題を次から次へと質問するっていうのは、あまりおすすめできないですね。はい。あの、相手の方がね、答えていくのに疲れちゃうんですよ。尋問に近くなっちゃいます。質問答える、質問答える。展開をしていかなくちゃいけない。で、話し上手な男性って、まずね、聞き上手なんですよ。聞き上手、褒め上手だから、 その中から話題をさらに横展開に広げていけるので、喋ってる方は気持ちよくたくさん喋ってしまうんですよね。まあそうすると相手のことがやっぱり分かりやすくなるから、まあ仕事も男女関係もそうですけど、攻略法が分かりやすくなるので、あのー、集客制約、特に制約の部分ですね。 をうまくいかせたいと思う方は今言ったコツの部分があのどう自分が、ね、できているのかっていうことをあの理解して、えー、進めていくといいんじゃないかなというふうに思ってます。あとあのよ余談なんですけどねあのギャップ萌えとかっていう言葉あるじゃないですか。で私の場合には、えーとね 初対面で、要は遠巻きに見ていると、うーん、クールな感じ、だからちょっと冷たい感じが、まあ人によっては怖いっていうふうに言,う言われるんですけど、っていう印象があります。でも、基本は全然私そういうものもなく、あの、気さくな感じなんですよ、喋ると。こんなこと自分で言うのもあれなんですけど。だけれども、あの、誰かで構わず、 あのわーっと巻き込んでいっぱいしゃべるっていうのはねやっぱり得意ではないんですよー。よく理解できる心地よい人と少ない人数で深く付き合っていきたいっていうスタンスがもともとあるので、まあ、だからコンサルの方も人数絞らせていただいてがっつり深くやってその人をしっかり成功させるっていうのが好きで全体方向にバーッと一気に広げて うん、仲良く全員と付き合っていくというのは苦手なタイプなんです。だから、クールに見えてて、あの、大丈夫なんですよ。で、あの、興味がある方は寄ってきてくださってお話をするし、私も興味がある方は自分から寄ってって話すっていうこともあるんですけど、うん少ない人数深く付き合いたいですで。そうするとやっぱクールで見えてて、私の場合 OK で、あの、それによってね、さらに 聞いてみたいな、普段の活動からね、私の話聞いてみたいなっていう人は相手から寄ってきてくださるので、その方が自分のスタンスとしては楽なんですね。で、その時にあの本人が聞きたいことがあれば聞いていただいてお話をしていくっていう、そう,そういう感じがいい,いいかなって個人的に思ってるんです。 だから、あの皆さんがねわーいってみんなで仲良くワイワイするの？大好きっていう人はすごく明るくみんなを巻き込む。大きな声でやってるといっぱい人を寄ってきますし、あのそれぞれのスタンスっていうのがあると思います。で、私はあのやっぱりね。目特にやっぱりよく見てしまいますね。あのー、やっぱ目は心の窓っていうか直感で。その。 例えば割と嘘をつきがちな人生を送っている人ってやっぱりそういう目をしていたりするので、うん、あーと言ってることと本心が違うところにあるのかもなっていうのを見抜く時には目が一番私はわかりやすいなって思っていて。 いたんですなのでそういう意味ではあのしっかり目を見てお話をするっていうことっていうのがすごく私の中では重要ポイントになっていて相手の方もしっかり見ていただけるってことはやっぱり嘘がないっていう印象がすごくありますなのであのそういった方とねあの少なく深くお付き合いしたいなと思って私自身も、まあ、無意識でしたけれどもまあこんな聞く 体制をとっていたりとかもしていましたし、実際にね、お話をするときに、あの、そんなお話をするっていうやり方をしてました。コンサルの時はね、またちょっと違いますね。あの、きちんと伝えなきゃいけないから。雑談からいろんなね、お話を聞いていく、聞き上手っていうのは、こんな観点から考えていただけるといいかなって思います。はい、以上まとめていきたいと思います。えー、聞き上手はモて上手。恋愛も仕事もうまくいく、7つのコツ。 1>, えー、1番目、しすせそのフレーズを使って相手を褒める2番目、えー、上手なおむが、はいし話の展開を広げられるおむがいしをしようで3つ目、えーと、笑顔を絶やさない、えー、4つ目、相手の話をまず受け止める途中で話の腰を折らないで5つ目、えー、オープンクエスション話が展開する質問をする。 うん、6個目、相手が言葉をうまく使えなくても待つ。で、7個目、相手の目を見て話を聞く。この7個をするだけでもかなり、えー、とコミュニケーションが上がっていくと思いますので、お試ししてみてください。それでは。